い、じゃあやっていきましょう。まず BTB で飛びます。どこ飛んでもいいかな、大丈夫かな。あ、はい、頑張ります。はい、しょうがないね、オープニング見に行こうね。よし、せっかくオープニング見るんだからちょっとおしゃれしていこう。よいしょ、マスターソードを持って弓矢はあえて装備しないというのがかっこいいかもしれない。こんなんでどうかな。よし、もうすでにマスターソードを持っているよ。強くてニューゲームだね。スッと降りればもうオープニング始まっちゃうんですよ。ここね、綺麗に綺麗に見ましょう。 That's opening。あっさりだな。もっとこう向こう側にガノンが見えててね、最終戦のところで、僕はオープニングを見たかったんだ。ゲーム始まったと思ったらもうあそこにガノンがいて、ゼルダが常に語りかけているというですね、それをやりたかったんですが残念。で、こっから時間が動き始めるわけですよ。これでようやっと5時15分から時間が解放されて、あっ、あ、違うわ。ここを見るとあのシーカーストーンでここワープできるから、あ、そうだった、うん、大丈夫なんですね。で、中から開ければいいので、そうすると今更ながらにゼルダが喋ってくれます。あなたはハイラルのうんちゃらかんちゃらって教えてくれる。今こそ旅立つ時ですとか言われちゃう。もう旅立ってだいぶ経つんですけど。まあ、とりあえずコルム取っときましょうかね。さて、そしてあれ、にゃ、今日はどれぐらいでいけるかな。あれ、結構難しくなってる。よし、
抜けろ抜けませんね。やった、はい、抜けました。やりました。で、触るとHold the Sheikah slate up to the pedestal. That will show you the way. これで開いてくれるんですね。とんでもないですね。もうマスターソードも英傑の服もいろいろ手に入れたんですが、ここで旅立ってくださいと言われるというね。ああもうやっぱお姫様といえばこれぐらいでもいいでしょう。あと多分内向的なお姫様でもあるので、その辺で少し声低めの子にしてるんだろうなというのもあります。Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. だ社交的だったらもうちょっと高い声だと思うんですけど、もうちょっとね、研究室で研究ばっかしてるような子にしたんでしょう。あー綺麗、綺麗、いい天気ですね。綺麗ですね、素晴らしいですね。あー違う、ここじゃない。まず一から村に行かないと。今日は英語にも慣れていかないと。僕も Steam で配信する身としてね、英語は分かっておいた方がいいだろうなとは思います。ああいうのはでもあれだな、やっぱたわいのない会話とか日常会話とかそういうのができるようにならないとダメですからね。文字とかで相手が何言ってか分かんない。え、 LOL って言われたって分かんねえんだから、こっちはネットスラングばっかり覚えちゃうよ。ロールっつってな。You are me, Sunshine, me, only, Sunshine. 英語ができたら、トッキンネーションと歌えちゃできますか？あ、サンシャインが打てないってかわいそうだね。うん。You are my sunshine.My only... なあ急にね、しかも2回もスラッシュ入れてありがとうございます。死ねになっちゃうから、サンシャイン打てないんだ。やだかわいそう。いや強制的にやっぱやる場所を使う場所に行くしかないんじゃない。でも無意識に使えるようになるらしいですよ、そのうち。喋ってると、その、頭が英語脳になって、だから、あれだ、英語の単語がそのものを示すっていう風なのが、わかるそうで、ございます。はい。Who are you again?I'm one of the Bolson. Construction control contractors. The name is Hudson. I remember. 思い出した。使うことです。使わなきゃな。What are you doing? 間違ってれば教えてくれるしね。Since.I've been transferred here. I've decided to build a village from... あ、これビルドアビレッジじゃなくて A ビレッジなのか。あ、一から村は A ビレッジでいいのか。読むこと全部グッドアイディア。
一から村はそういうことか。 A ビレッジでいいのか。 What's wrong? 全部だ全部。 あなたたちだって英語の一つや二つ書けるだろう。うん、寝ながらね。 Enough! Anything? People? Money? Stop? I'll help out!アウトって聞くと手伝わないようなイメージがあるけど、手伝うよってことなんだね。 I'm help out っていうのは。 But why? There nothing in it for you. I don't mind. Don't mind. You are lifesaver. 助かるよっていうの lifesaver 言うんだ。うん、そうだね。これが英語の初見プレイのいいとこだと思う。 Well, I suppose to get started well need house for people to live in, we can't invite them until we have homes. 全然わかんない。でもこれが断片的にわかるようになってくれば、なんとなく、ああ、この人こんなこと言いたいんだなっていうのがわかるわけで。あと文字書いてきゃわかるわけで。わからん。サポートの始まりに、House for People だと、ライブインだと、We can't invite them until we have homes だと、そういうことだそうです。でもそれが何をどうやってんのかですよ。 Be you think you can blind me ten ten bandies of wood。 これは薪ってことでいいのかな。 If you bring me that I can combine は多分開拓だろ。 It with what I've already got andあ、バンドロブウッド、焚き木の束ね。持ってこいと。And get started on new house. Oh. Did you bring the ten bundle of wood? 孫さんを集めるの。ハドソン、ブルゾン、カーソンだっけ、ボルゾンだかブルゾンだかっつーんだよ。桜田がブルゾンなんだよね。コンバインって言ったら合体だろうが。うん、ロボットね。シャー、助かるよ。 You are life saver。あれさっきなんか僕覚え、ところでっていう話覚えたと思ったけど忘れてんな。気になるから今から全部見つけに行きます。フィジカルストレングス、Yeah If we are talking aboutブルートフィジカルストレングス and we are grown would be my first choice. Good luck. You'll need it. This seems like a real long shot. Oh, and one lastウリンクル。体力のあるやつならゴロン族を
うん、ようやく、うん、ありがとうございます。ありがとう。ああ、そうやってやっぱやっていくよというわけですよ。でもできる人ばっかりに頼ってばっかりでも自分がせあれだよ、なんだっけ、僕今日こいつからはところでっていう話は変わるがみたいなこと言われた、 B なんとかって教わったけどもう忘れてんだよ。あれなんつったっけな、 B なんだっけ、ところでっていうやつはなんと言ったっけ、 B-J-Y、 あ、バイザーウェイだ。ありがとう、ありがとう。バイザーウェイ、今日一日でバイザーウェイだけでも覚えていこう。バイザーウェイ、バイザーウェイって、あの話変えるわけでもないのにスチームでザーッとバイザーウェイって言いたい、ところでっつって話変わってないみたいなのやりたい。バイザーウェイ、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 ウェイよいしょ、バイザーウェイです。バイザーウェイ、それはなんだ、お線香のことなんでお線香っていうかわかんねえっていうのと一緒だ。バイザーウェイはバイザーウェイなのだよ。それで その理解の仕方が進んでいけば多分英語って覚えやすいんだと思うよ。全部に意味があるんじゃない、言葉なんつうのは記号であり、よいしょ、覚えるのにいろいろ必要なことっつうのは、よいしょ、本当に暗記なんだと思うから、それでいいと思うよ。で初見プレイでこうね、フライングマシンを使っていくというね、僕はこういう自分が好きだな。来ないで、来なかった。うん、そうすると何ソンが出るのかな。さあ来たぞグレーだ。お、グレイソン、グレイソンだそうですグレーだと大して変わらない。 Come on, I'm on break, what is it? And you are? I'm Grayson, I'mDinner here as you can see, I big and I big day in and day out. To be honest, I'm sick of it. 私は病気だと。I feel like maybe I'm not me and to toil away inオブサキュリティー like this sigh. Is there a job? 転職したいんだと。あるよと。一から村だよと。ターリータウンつってるよ。一から村は A タウンじゃないんじゃん。ターリータウンつってるよ。ターリータウン、 Never heard of it. What the deal with that place? あから。ターリータウン。So there is somewhere out there that needs me.
あから。Isn't too far from her. All right. I'm gonna do it. I'm gonna strike while the iron is hot. え、何？アイアンイズホットってなんだよ。子供、あの弟なんて言うんだろう。Thank you for letting the now brother. ペリソン and I were gonna head there right away. あ、鉄は熱い言うてっていうことわざなんだ。すぐ行くぜ。また天才に助けてもらった。ありがとうございます。While I'm at it。おー！ペリソン！ペリソンって言うんだ。何？グレイソンとペリーソンって言うんだ。開国するのかな？開国してください。開国してください。ありがとうございますですぜ。まあ楽しいね、そうやってこうやっていってる感じ、僕は大好き。これが分かると今度スカイハイの歌も楽しいわけですよ。スカイハイっつって。ここやっつけちゃったのかな。あ、いないね。やっつけてるね。よし。かっこいい。かっこいいな。これでもワープした方が早いと思うんだよね。絶対ワープした方が早いんだけど、どうしてもこのフライングマシンを、だって英語間違ってて、まだメンバー JC が英語間違ってるわっつって言われちゃうから、バカにされちゃうから。ふんふんふんつってごまかしますよ。で、まあたまにこのどこでもそうなんですけど、たまに突風が吹くんでね、このいかにこのフライングマシーンの重さを軽くするかっていうことはですね、逆に風に負けるということにもなるので、辛いんですよ。まあ、フライングマシンのかっこいい使い方として、あのこれやってる間にジャンプして、で弓構えてスローモーションにすると。でスローモーションにしてる間に敵をやっつけて、スローモーションを解除したと同時にまたマグネキャッチを使うと、この空中で分解せずにですね、フライングマシーンを飛べるという技もあります。まあ完全に見せ技なんですけど、まあそういうのも極めていくとね、なかなか楽しい見せ技になるので、使ってみてはいかがでしょうか。どこ飛んでんだこれ。
あそこにガーディアンがいるから多分あれが始まりでしょう。始まりの大地のタワーが多分右に見えてるやつで、右じゃない、左に見えてるやつで、右に見えてる、右上に見えてる祠があの祠でしょう。だから右手が多分今コロシアムだ、闘技場あたりになるんじゃないかな。雨降ってて分かりづらくてすいませんね。雨が降っててちょっと分かりづらいと思いますが、はい、多分この辺で始まりの大地を読み込んでんのかな。ここがやっぱグレイトフラートゥーって書いてるから、やっぱ始まりの大地に入ったんじゃないかな。これOK。 任天堂スイッチはこのなんだ、読み込む範囲が、マップの範囲が広い分こうちょくちょく止まるらしいんだよね。そうだね、テミン家まで来ましたね。よし、ゲルドまであと少しだぞ。あそこチェック入れときますか、せっかくだから、せっかく来たんだし。改めて英語で見ると新鮮味がありますね。まあ、全くですね、僕もそのように思います。離陸より着陸が難しいんだ。ジーノーシュワイン、ああこんにちは、モリブリ。ジのようだねこれね。楽しいのはまあ上空から見てもいいんだけど、僕はこの低空でこの谷の合間を走るというのが好きでね、面白いよ。馬はないんだ、すまんな、馬はないんだ。馬は連れてきていない。馬さえあればっつうけど、馬よりこっちだ。転売屋には無理でしょうかね。この谷の間を縫うように進む感じとかたまらないですな。あいて、あぶね。素晴らしいね、もうな。電撃イライラ棒かな。何がイライラ棒ではな、なあ。ああ。
どり着くことができました。まあもたもたしてて今度インガダム来るからね。そう、はい、あっ、ああ痛っ。ごめんね、なんか鳥を殺してしまったな。まあ、超低空飛行とかも楽しいですね。ここは風が吹いてんだな。この風の影響ですね、トロッコがよいしょ、軽いとですね、すげえ受けるんですね。おお、よく耐えた、えらい。ここでビューッと吹いてるんですけど、ここが一番安定しないね。さあ、この狭い道を抜けてくれ。抜けろ抜けろ抜けろ、抜けてかっこいい感じでスラッと行って、さあ、いいね、素晴らしい、楽しみだな。いいですね。いいね。ああ！なんだよ。あとちょっとじゃん。もう。本当難しいこの操作。とっさのあれができないからね。でも時間的にはちょうどいいでしょう。ナニソンがいるのかな。あ、しまった、人材募集してないから意味がないんだ。サボった。ナニソン、ロンドソン、しまった、エノキダに報告してない。これリョンドソンなのかな、ロンドソンなのかな、あるよ、一から村だよ、ロンドソンなんだね。女の人でもこの RHO なのか RO なのかとか結構こだわるのかな、やっぱな。 RHO の方がちょっといい名前なのかもね。なんかその辺を僕は赤毛の案で、よいしょよいしょ、私はアンシャーリーよっつって、でもアンシャーリーって言うけど違う名前を最初赤毛の案名乗ったんだけどな。よいしょ、なんかすごい名前に憧れがあって、スペルに何々がつく何々なのよって言ったような気がするんだよね。ああいうのは女の子独特の感じなのかなとか、ちょっと今、ロンドソンさんをね見ながらちょっと思いました。あ、ちなみに BTB でこの塔一番下にいる敵を真上に BTB にやっても足りないそうですここね、相当高いんだよここは。うん、向こうでは赤毛 はカナダか、うん、カナダは赤毛だね。この高さはやっぱいけないらしいですよ。うん、なんか
そんなのがあるっていうのがまた面白いなと思いましたね。今思い出したの、そのロンドソンさんでね、あれ僕は行きたい場所はどこだ、迷子か、また迷子なのか、あーもうだいぶ上に行っちゃったな。あれあれ、ん、あれ僕が行きたいゲルドコーチはどこだ、わかんなくなっちゃった。ありゃありゃ、黒ドラが来る。え、僕が行きたいゲルドコーチどこだ、うん、あ、ここだ、あ、だいぶ遠い。あ、ここだけ終わらしとこうと思ったのに。あ、まあいっか、シルドサーフィンで行こうか。これの一段上だ。しまった、慣れた風にして行っちゃってごめんなさいね。この上を通って、あとシールドサーフィンでシャーですわ。そうだ、この祠も練習対象なんだよな。よし、じゃあアンダーソン君に行く前にですよ、そっちを行きましょう。あのボコブリンとかがいる集落も、あーやめて、あの集落も大事なんだろうな。ない、すげえ、8本じゃなく7本でいった。ここもですね、やっぱり大事なところで、まあできなかったらまた諦めますけど。氷って防スピンは効かない、これ効かないんじゃないかな。多分無理だと思うね。よっ、そしてボスピン効かないと思うな。これどうすんだっけな。ここでこうしといて、ああ、あれ？せーの。あれ？これどうす？ああ、そっか。こう。
ま好かないね。この生き方では好かないんですよ。こうじゃないんだよな。これだと時間かかりすぎるので、あの最初の白い玉を打ち上げた時に本当は、一緒に乗っかって上に飛ぶっていうのが理想のラインなんですね。いやー、でもすっかり空中ビタロックの法則忘れてた。解けない。こんばんにゃ。これはまだ遅い方で、もっと早くやるには最初の氷飛ばしたのと同じところでビタロックにこうね、乗らなきゃいけない。それやりたかったんだけどうまくいかなかった。よし、じゃあえのきだ、えのきだじゃない、ハドソンに会いに行って、ハドソンさんに会いに行って、ロンドソンさんに連れてこいよ。はい、3発。まあでもこうすれば2発で済むんだけど、あ、1発で済むな。グッ。炎の矢で火をつけた後に木の矢に着火。素晴らしいですね。ピン、デリートピンで、ハドソンに会いに行くわけだ。あ、もう忘れてる。一から村の名前もう忘れてる。やばいな。一から村の名前なんだっけ、アップルタウンだっけ。すごいな、僕の。Be careful! 違う。ところでをまた忘れてるよ。バンジョー。ん？ところでってなんて言うんだっけな。By the way! よしよし、やった。やった。今読み上げに。勝ったぞ。そう、僕は日本語版の方がかっこいいと思います。よいしょ。僕はあのゼルダの伝説のやつが、あの時岡からあの英語版になったのがすげえ気に入らないので、僕はこれで戻ってきてくれて本当に嬉しかった。次は裁縫ができるやつが欲しいんだと。あ、違う、二重巻きの束が欲しいんだと。20ぐらいあるだろう。うん。あ、持ってないの？ああ、しまった。持ってないそうです。持ってないって。ああ、悲しみだな、これは。ごめんよ、持ってなかった。巻きちょっと取ってくるわ。よし、今度は失敗しないように。OK! ありがとう。はい。ああ、よかった。どうなんだろうね。増えてんだか増えてねえんだかわかりません。誰か知ってる人がいれば教えてください。
不人気ぶりよ。よし、さあここからもう木を切りに行っちゃおうか。8人レッツゴー。でもあと80本必要なんだよな。つらいな。これでとりあえずの20本は OK だけど、このあと30、50と増えていくので、つらいっちゃつらいな。よいしょよいしょ。損を調べに行くだけで大変ですな。あ、いや、セーブ&ロードね、あそこが確かに早いんだけど、薪を置いてるからね。置いてある薪ってセーブ&ロードで復活するんですよ。だもんで、よいしょ、あそこが一番早いっちゃ早いです。だから、なんだ、本当は耐久、どっちかな。耐久100本、100本分切るのの耐久の剣あって、あとはこの、よいしょ、切りまくれる場所があればね、よりいいんでしょうけど、そういうのがないから、よいしょ、もしくはその薪が必要な時にそれがないので、なかなかどうしてうまくいかないんだよ。やっぱこれよりは、よいしょ、一気に10本ぐらいを拾って回れる方が便利かな、やっぱな。とりあえずガーディアン2体倒しておきますね。よし、じゃあ参ろうか。とりあえず1からに戻るんだね。よいしょ。ね、1からじゃない。何シティって言うんですか。バイザウェイ。今日1日バイザウェイつってよ。バイザウェイ。そうすると外人がバイザウェイっつった時にわかるわけだ。あ、今から話変わるんだなっつってわかるんだね。バイザウェイ。
お、わっちょ。おい。はい、プローグとゼム。なんだっけ、バンダルズ・オブ・ウッドだっけ、バンダル・オブ・ウッドだっけ。エクセレント Can I have them? Sure! You are a life saver! 助かるよ。Well, next is Working such long hour every day really wear on my clothes. Could you look for someone who's got a gift forTailoring for me? Tailoring? 裁縫のことテイローリングっつうの？目安はついてる。で、ターレータウンなんだね、ここね。一からのだね。よし、行ってこよう。ゲルド。ごめん、一から村なんつうの？あ、ターレータウンつうんだね。向こうだとなんていう意味なんでしょうね。ターリータウン。ターリー、ロータリー。とは違うのか。ね、なんかのダジャレには一応引っかかってんのかな。こういうのやっぱ分かってるとまたゼルダのね知ってる世界でいろいろ広がるわけですから、ぜひ皆さんも覚えて帰ってください。ターリータウンバイザウェイ。ああ、テーラーなんだ。テーラーなんだね。ありがとう。仕立て屋が欲しいんじゃ。助かります。You are life saver! よし、僕も使っていくぞ、ライフセイバー。まだ寝てないでしょ。寝たかな、8時。まだ起きてんじゃねえかな。起きろ。次リトの村に行って稼がないときついよな。おはよう。よく眠れたかい。ロットソン。ザバーク。ロンドソンか。ガチュタリタウン。ん？アン、What is it?So abrupt to let me have the details. Hudson in Tally Town needs a tailor. 裁縫屋が欲しい？テイラーが欲しいって？バトラーは弁護士？よいしょ。あれ、バトラーって弁護士だっけ？いや、違うような気がする。バトラーは執事だ。
からね。昔は40年ぐらい前はバトラーを知ってれば褒められたんだけど、今はそんなの知ってたって褒めてなんかもらえない。さあ、じゃあ稼ぎに行きますか。ピーラーは大根の皮剥くやつ、テーラーは裁縫師。お、今日は英語の勉強になってますね。英語初見プレイはありがたいね。また今度も英語詳しい人はいろいろ教えてくださいね。よろしくお願いしますよ。みんなでそうやってシェアしていこう。もう今シェアしようっていうのは死語になってんですか。僕は未だにあのシェアっていう言葉がなんじゃそらって思ってますけど。Rivali's Gale is now ready. あ、やばい。ああ、しまった。いや、閉まらない。俺と一緒にブレザーしようぜ。ああ、それだ。どうだ。いけるか。どうだ。ああ、全然足りない。惜しい。ああ今のは悔しいな。あ、悔しい。あそこで狙える腕欲しいな。よいしょ。2回惜しかったね。まあ、もう祠は発動していたので、あのサークルというか丸いところにさえ乗っていればこっちの勝ちだったんですけど。悔しいな。よし、でセーブして、でこっからロードするとこの薪のやつが復活してんですよね。これが美味しい。よく気づいたなと思って。ただやっぱロードするだけにこう何十秒か時間かかるんで、でもやっぱそれ踏まえても早いのかな、やっぱな。ここまでに達人の斧は、温存しといてっていうのがベストですよね。今日は市から村のイベント終わったら終わりましょうかね。はい。ああ、やっぱりバッチリですね。ありがとうございます。ニンニクは入れましたか？いや、トマトソースパスタには僕はニンニクなんか入ってたりすると嬉しいですが、まあニンニク食べるとお出かけが大変ですからね。入れた。ナイスですね。ありがとうございます。それはぜひ僕も食べてみたかった。 ありがとうございます。うん、パスタでいいよ。ありがとう。わざわざね、だいたいそういう人報告してくれない人多いんですけど、やっぱ報告してくださると嬉しいですね。食べてきたよと、作ったよと。そうするとこっちもさ、何々してきますっつうところでこうちょっとはあれなんですよ、悪い気はしないわけですよ。よいしょ。みんななんかしてくるっつって、ただいまっつって帰ってくるだけだから、こっちはなんだろう。
何を食べて何をしてきてな、どこに行ってきてどう楽しかったまで教えてほしいんだよ、言う人にはね。だからそうじゃなければ黙って行ってきてってお願いするんですけど、もう聞けたらもうが十分ですよ。ありがとうございます。素晴らしい。温泉卵も乗ってたよ。ニンニクは卵ね。まあでも2個とか3個だったら大丈夫なんじゃないの。3個なら多分大丈夫だと思いますよ。10個とか20個食べる話でしょ、その食べ過ぎってのは。いやーどうだ、100いった。あーいった、素晴らしい。よしと。だからやっぱ優秀なんだよな、ここで取るのはな。動かなくていいし、1回切れば何十個か手に入って、ロード3回で100個いくわけでしょ。早いね。腸内の菌類が全滅してしまうんだ。じゃあ気をつけてください。でもやっぱね、元気出るからね、ニンニク食べると元気が出るよ。いっぱい食べていこう。ダヒシーノはダヒシーノ、素晴らしい。重み下半身でしょ。ニンニクって下半身に効くイメージないけどね。効くの？あ、またここの名前忘れちゃった。あ、ターリータウン。ターリータウンのテイラーさん。ヘイ！足腰がいいね。You found someone from the guild. Thank you. ゲルドのサムワンをお前はファウンドしたからサンキューだってことか。うん、これハドソンさんになってるんですよ。えのきだじゃなくなってる。She was able to patch every last hole in my work. Closes before I could blink. She's pretty. Ah, amazing. かわいいっつってる。I, her, she's decided to continue patching her skills to use by opening a crossing shop. You should stop by and say hello. わからん。Well, next is, So before more people can move here, we need more home for them to live in. Can you bring me 30, なんだっけ、バンダルオブウッド。バンダルオブウッドは薪の束。If you bring me that, I can combine it with that I've already got and get started on new houses. よし。ということで30本持ってきましたよ。Excellent! Can I have them? Sure! This isライフセーバー。あ、違う。You are ライフセーバー。うん、僕もわかんない。Well, next is, 今日はあはんだけでも帰って、
覚えて帰ってってください。 Be careful It's finally starting to look like a town around here which is exactly why we need to set up some distribution 商売人が欲しいんだろ。 I'd like to get a general store up and running but there's しかし no one with the connections and qualifications to run it わからん任せとけ。とにかくあれだろ、アンダーソン君を連れてくればいいんだろ。よし、わかったわかった、連れてくるから。よいしょ。さあ、アンダーソン君はどうかな。 あと英語で僕ゾーラ族のあれも試したいんだよな。でもやっぱね、こんだけ英語がいっぱい書かれてれば、ほらマップスタンプスとかさ、You can stamp the map on your seeker. あとほら今日本に来る人ってアニメーションとか見て日本語を覚えてくるんでしょ。だからやっぱ好きなら覚えるんだろうね、きっとね。どうやって覚えてんだか知らねえけど。あれ本当かな、向こうの人の観光客とかでよく You は何しに日本へとかでアニメを見て覚えましたっつってる人。よいしょ。あれは疑わしいよね。よし。お前だ。何村だ。何村くんですか、あなた。ああ。何？え、これなんて読むの？ファイソン？ファイソン。ファイソンさんつんだ。へえ。ファイソンなんだ。ラッツウッツの意味わかるよ僕。マジで？なんなの？ワッツアップは株で大損、うん、どうしたでしょ。あ、はい、なんでわかるよ。どうしたんだよ僕は今コメントを最初に打った人のね、わかるよっていう人の顔を立てたくてなんだいって聞いたんで、横から撮られてんのすいません、ファイソンさんごめんなさい。うん、ねえねえ、今どんな What's up？ 悪くはない。ねえねえ、今どんな What's up？ うん、ねえねえ、今どんな気持ち、どんなワッツアップ、どんな、どうしたんだわ、言葉として変ですね。よし、まあでもこれでいけるですね。そうか、ファイソンつんだな。さらば。そもそもこっちは何位だっつうか、もう僕もう忘れちゃってるけどな。面白いな、でもこうやってこれがだから英語だとファイソンだけど、じゃあフランス語じゃどうなんだとかさ、やっぱ気になるわけで、そういうのを探していくとさ、ロシア語だとどうなんだと。ロシア語なんかね、もう文字の読み方すら分かんないわけだから、まだまだ我々は英語の教育をね、中学高校で多少なりとも受けてるから、知ってる単語は読めるっていうぐらいになってるから大したもんだよな。ロシア語なんか読みようがないもんね何の単語が何なのかすら分かんないわけで、言語ロシア語にして遊んでるわ、うん、ああ、ほんとだからちょっとでも読めるとやっぱ楽しくなるだろうし、その読めるところと読めないところのこの解読でまた楽しくなってくるだろうから、
いいなって思うんだよね、そういうのね。羨ましい。さあ、じゃあちょっと日が暮れる前にね。うん、What's the dear you are? I am traveler. あ、ほんと読めるんだ。僕は全然わかんない。I normally don't have time to mingle with commonses, but I have a feeling about you.I'll make an exception this time. お手って言われるかな、これ。あ、お手は here, take it とか。hand! あ、やっぱお手はこれなんだ。hand! うん。おこの野郎。いいでしょ。あ、これはカチンとくるだろうな。特に向こうの人はカチンとくるだろうな、これ。コハツです。ハンド。コハツなの。もう倒したよ。倒したよ。OKOK。I saw the whole thing you did to splendid. I'll give you the rest of the world as I promised. Why do you look so? あ、嫌いなんだ、ナビのこと。ああ、ありがとうございます。あ、それ初めて知った。向こうの人好きなのかと思った。よくあの、アメリカ人の動画で、ナビ出てくるからさ。Hey, listen! つってくからさ。やっぱ言われるの嫌なんだね。ああ、それはいいこと聞いた。やっぱ命令されるの嫌なんだね。うん。嫌なんだね。楽しみ。あれ、まあ、仲睦まじくやってんじゃないか。まだか。まだ仲睦まじくやってないのか。うい。グロー。ヘイ。もうそろそろ君のライフセーバーも聞けなくなるな。プリーズをつければいいんじゃないの。プリーズリッスントゥーミーでいいんじゃないの。トゥーミー、トゥーユー。うん。Well, next is. あは。よいしょ。By the way。うん。だからそれはところでですよ。ありがとうございます。今日は By the way だけでも覚えて帰ってきて。Did you bring the 15 bundle wood? ジャンクロードバンダル。よしと。ああ、これ最後かな。You are life saver って。意外と嫌いじゃないよ、このセリフ。さて。Oh, not that kind of personal actually. I got engaged. No way. It's sure. To who? To Rondoson. You are cute couple. What's a surprise? 嘘でしょっていうのとおめでとうか、これ。結婚だね。Thank you. Always we want to have a little ceremony to celebrate. あ、この辺安室ちゃんのおかげかな。
アムロナミエのおかげでセレブレートはわかるよ。バッドウィーニードサムワン、プリースト like to official おん？オフィシャルじゃないの？オフィシアート、クジュルクフォーサムワンプリーストライクトゥアス、プリーストライクハーン。イエスセレブレート。そう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 。ゾーラの里にいるらしいと。さあ行ってこよう。よし、じゃあ行ってくるから。ゾーラに行けばいいんだな。でこのゾーラの里で僕は一個聞きたいことがあってね。あのゾーラの里のあの写真撮ってきてくださいっていう人、分かったって言わないと、あれ日本語だとほら幼児言葉みたいに喋るんですよ。4回ぐらい繰り返すと、詳しく教えて、優しく教えてって言って、あの分かんないを選び続けると、あのお山の上に出ちゅねーっていう感じで喋るのね。あれ英語だとどうなってんだろうっていうのを気になるんで、ちょっとそれもやりながら行きますよ。あのライネルの写真見せるけどね。まずはこれだ。ナニソンさんですか？はい。カプソン。カプソンさん。カプソンさんって言うんだ。わかりやすい。もう一人ソンいるけどな。それも見てこうかな。私にもう一回なんかさせてくれと。あるよっつってね。また町の名前忘れちゃった。アレートタウンだっけ。話長いっつうんだよ。長えな。あ、タリータウンだ。タリータウンね、覚えらんねえな。By yourself 一人で行ける No need to worry about me っつってね。食べな。よいしょ。あのでも僕はあのお店で売ってる口カツとかってなんかちっちゃくて好きじゃないんだよね。あのお店の串カツ、あとつけるソースもなんか薄いっていうか、なんか僕はソースっていうとなんかネトネトしたやつがソースだと思ってるから、サラッとした感じのがあんまり受け付けないんですよ、ね、さあ、ラフラットさんかな。こんにちは。 You are Link. Why do you ask?、プリンスシードランオブ、いや、ちゃんとこう腰巻きとかつけてらっしゃいますよ。あと首輪もつけてらっしゃるし、足輪もつけてらっしゃる。十分だろう。I'm of to stop the、 それ言ったらゴロン族だって裸に見えるだろう。そういう差別をしてはいけない。ちょっとこう、なんか人間の体に近いからといって、じゃあチンパンジーは裸か？チンパンジーは変態か？違うだろ？オランウータンは変態ですか？むしろ逆に言うと、うん、そうそうそう。この人たちにはこの人の文化があるわけだから、これでいいんですよ。サイドンって呼んでる。あ、シドはサイドン、プリンスサイドンなんだね。
した、うん、怒ってはいない、うん、考え方を広げただけです。これでイエスって言わないで、ノー、オーマイミステイク。あれ、あ、ここはイエスって言わないとダメなの、これでイエスで、で説明が入るんです。まずこれが最初のまともな説明ね。 There is a red maned monster called a Rhymer that lives on Poymas Mountain、I really need a picture of a Rhymer、it can be picture of any red maned これレッドマーネドって何、ライネル Not just the one on the mountain、So what do you say? Can you get me a picture of ライネル。ここで Understand って言うともう言ってくれないので、もう一回言ってた、はぁっつ、そうすると I'm sorry I know that was a bitSudden allow me to elaborate ということでまた説明してくれます。なんか違ってるはずなんですよ。 That peak over there is known as Promos Mountain. On top of Promos Mountain is a ブルタルレッドメインドメインドモンスターコールドアライネル。あ、ちょっとなんか噛み砕いてより分かりやすいっぽいぞ。 It's so very important that I see one any ライネル。メインドレッドメインドメインドたてがみね、ありがとう。よし、With a redレッドメイン will do、it doesn't have to be a specific one で、does that make more sense? I still don't get it。 そうするとまだ説明してくるから、本当に You still don't let it? Okay、I will try expanding it like I want to child 子供にも分かるように教えてやるよとなるわけです。さあここでだ、なんというか英語分かる人いるかな。 Does baby see that really big rock over the dray、that calledPromise Mountain Yes, it is あそこだよっつうのね。 Yes, it is なんだね、で、A big scary monster With red hair。 あ、すげえ、あの、もうあれだ、たてがみがないたてがみがない、せっかく教えてもらったメインドがもうないよ。Red hair lives there. It's called Rhymer. And I really, really want to see what one looks like. つったってもうわかんないんだけどね。But、they are not very nice, so I don't want you、to bring him down here. Because he might be mean to us.Maybe you could draw me a pretty picture of what's a Rhymer look like. Instead, any red maned, maned Rhymer at all? はい。あ、こんばんは。よろしく。今、優しく教えてもらってるところでした、英語を。この人から英語を教わりたい。
アヘムゼア Do you understand now? シーゼンジェス、もうこれで分かんなきゃダメだよってことで会話が終了するんですけど、面白いなあ。あー、ちゃんと子供向けになってんだね。あ、これは面白いや。あー、勉強になりました。もう子供に向けるときはたてがみなんつっちゃいけないんだね。さあ、分かったということでですね、写真を渡して結婚式を見て今日は終わろうかなと思います。あれ、あれ、写真撮ったんじゃないのかな、僕は。これもしかして僕王様にお知らせしてないとかそういう系。いや違うよね。写真もう見せたのかな。写真僕の写真は、ああ撮れてないのか。自分で撮ったつもりだけどこれライネル撮れてないのか。わかった。はいじゃあ結婚式行きましょう。そうか、ライネル撮れてなかったらしいや。じゃあ、あと清掃になって結婚式に参加して、今日の放送分は終わると、こんばんは、よろしくお願いします。相馬さんこんばんは。いやー、やりましたな。なかなか楽しい英語の初見プレイでございました。今日はだいぶ英語の勉強になったよ。バイザウェイが分かっただけでも大したもんだと思います。ようやっと今回ゼルダの伝説のオープニングを見たので、こう夕焼けとかがね楽しめる感じになっておりますね。綺麗だな、ほんと綺麗だな。ブレスオブザワイルドの風景のこの綺麗さったらないね。僕はいろんなゲームの、グラフィックを見てるけど、こうなんだろうな、絵本的とかそういうのじゃなくて、やっぱ自分の実生活で見た思い出の夕焼けに近いんだよね。このあのそこがたまらなく好きなんだよな、これな。よいしょ。たまにびっくりするぐらいこう怖い色の夕方の空とかあるじゃない、紫色の空とかさ、ああいう感じのを思い出させんだよね。リンクいいなぁ、かわいいなぁ。リンクがこう大人を見上げる感じがまたたまらなくかわいいですな。いいなぁ。かわいいよね。もう二人の世界だから、もうリンクがガン見してようとなんだろうと関係ないんだな、この人たちはな。楽しくてしょうがねえだろうな、この今だけだぞ。よし、じゃあ行ってこよう。まあでもえのきだは出が優しいからずっと末永くなんでしょうな。ゲルドの女の人は女の人でこう相手が見つかったらその人に結構尽くすタイプの人も多いみたいですから、末永くどうぞ。
でも一生懸命あの本当今回のリンクのこの目線やるっつーやつは本当いいね。あのまあ多分前のシリーズでもやってたんだろうけど、よりこういう視線を送るようになったから、なんかプレイしててこっちのプレイには全く意に返さないことなんだけど、ちょっとしたその目線とかはやっぱこだわってるとこだよなと思うよ。だからゲーム性としては何の意味もないんだけど、世界観をこう表すときに、またキャラクターの個性を表すときにね、ほらほら見るんだよ、しっかりと目をね。これがいいなと思う、ね、なんですって。ハドソンはゲッティンマリとアンワンツミートアテンドザウェディング、ウォーグッドオンヒムオッケー、ドゥアイムインウェディングタイムベイビー。でもこれ多分桜田、ボルソンさんですね。ボルソンさんがハドソンさんを手元に置いて働かせてたら絶対こう女運はハドソンさんに、行かなかったんでしょうからね。あ、はい、全部ソンですね。ボルソン、カーソンで、えのきだがね、えのきだがハドソン、それからロットソンに、ファーソンに、ファルソンだっけ、あとなんだっけ、カーソン、あとダルソンかな、ダルソンだかグレソンだかです。よくできてるなと思うね。さあ、じゃあ清掃に着替えて結婚式だ。あのふざけた新婦のやつはまあちょっとは読もうかなせっかくだ、一生に一回のもんだから読もう。ま、間違いだらけのね、新婦さんのあれだろうから、スポーツマンシップにのっとりだがなんか言うんだよね、そんなのね。よし、行くぞ。知らずは、ああ、やっぱここで会ってたのか。あれ、さっき閉まってなかった？うん、よいしょ。このセリフはいいね。あれ、さっき閉まってたように見えたけど、気のせいかな。これがネルソンで、こっちがロットソンだったかな？違うな。ロンドソンか。おう、You extended my invitation for me. Thank you. カーソン&プレジデント・ボルソン、あ、社長、ボルソン社長、プレジデント・ボルソンつんだ、Just arrived to I can only imagine how
tired they are from their long journey. We shall hold the ceremony on another day. You shall take today to rest too. If you need a place to stay, talk to Capson. He'll probably let you stay for free. ありゃ、あ、ここは朝とか昼来ないとダメなんだっけ。あれつうか、えのきだとかここにいるんじゃないっけ。あれ、僕なんか間違った、間違えました。あー、来た来た来た。で、こうなった時に話せばいいんだな。やるぞやるぞ、んおう来たぞと。Shall we start the ceremony? Of course! よし、ま、や、参ろう。さあ、見てみよう。ここか、ここが小ボケのとこなのか。あ、そうです。小ボケが全然分かんなかった。なんか多分ボケがあったんだろうな、これな。あー、英語分かると楽しいだろうな、この辺とかな。くだらねえと思って見れるんだろうな。Yo! It's you! Thank you for attending the ceremony. 泣いてるの？おめでとう。よし。Are you crying?What? No, just something. I'm my eye. ん？あ、なんかが目に入っただけだと。はい。And now, Tarrytown look like real town at long last.
This was all possible because of you. I can't thank you enough for all the hard work you did. お前にはすることがあるのだろうと。Alright, this is for you. これあげるよと。ダイヤモンド。やった。ああ、終わった。楽しかったです。今日は英語の勉強になりました。いい初見プレイだった。さらば。さ、じゃあ桜田もご苦労であったね。マーハ。Whoa, how excellent! Nothing.よいしょ、なんか振られたんだろうな、これ英語で。よいしょ、ボルソン、ボルソンさんです。ボルソンとカーソン、いやアンダーソンいなかったね。はい、およし、じゃあ今日はここまでとしましょう。楽しゅうございました。明日はゼルダの伝説エニーパーセントの並走をするかもしれません。どうぞよろしくお願いします。お疲れ様。またこの放送終わったらディスコードとやらを見てね、なんか話が進んでるかどうかを見ようかなと思ってます。お疲れ様。ありがとうございました。楽しゅうございました。楽しかったよ。いい土曜日でした。ありがとう、ありがとう。バイザウェイ、お疲れ。まあそうだね、バイザウェイ覚えていこう。バイザウェイは大事。で、頑張りもマックスにして終了かな。はあ、楽しかった。